魔王の厄介事なんて解決したらそれこそ罰が当たるわ。一体これの何がリスクマネジメントなのよ。罰？せめて一晩だけでもアラスラムスをお前と一緒に寝かしてやりたくてな。まあ別にそれくらいなら。何よその言い方。本気でガブリエル相手にコテを構える気なの？だから今きっと報いを受けてんだろうよ。魔王のくせに誰かのためとか言えたきり。そろそろ寝るか。そうだな、簡単に説明すると、ママ一緒に寝るの、ママ何持ってるの？写真。相当気に入ったのね。でも寝てる間に持ってたらぐしゃぐしゃってやっちゃうわよ。枕元に置いておきなさい。パパお話しして。ん、ママのじゃなくていいのか？ママは明日。参考にさせなさいよ。いいじゃない、明日は私がお話ししなきゃいけないのよ。おはよう。ずいぶんお早い到着ね。あなたは私が倒すのよ。お前の都合なんて知るか。しゃ、あーその夫婦喧嘩しないでくれるかな。誰が夫婦だ。それにママとママをいじめたこと絶対に許さない。アラスラムス転校瞬間。アラスラムスから離れなさい。僕だってそうしたいって。大丈夫？どう見たって僕の方がやられてんじゃん。あんな子供に剣を向ける気？あのね、管理者だからって常に余裕こいてられるわけじゃないの。ガブリエルの剣ジュランダルね。気をつけてママ、あの剣地獄地よ。正解、切ってしまっちゃうのよ。ママ。何？アラスラムス、ママもパパのこと好き？ママはパパとずっと一緒。そうね、きっとパパと一緒よ。私は、ええ、死が二人を分かつまでね。本当？パパ！え？バカ！アラスラムスの前でできるわけないでしょ！ママ！アラスラムス！悪いけど第三の選択で手を打ってもらうわよ。死の血も私たちと同じで赤いのね。引きなさいガブリエル。もうどうすりゃいいのよこの状況。私は無事よ。ガブリエルもいなくなったわ。おいエミ、アラスラムスは。私一人でガブリエルと戦えるだけの力があったら、私にもっと力があったらこんなことにならなかったの。そんな遊佐さんが悪いわけじゃ。そうなの？私だってまさかこんなことになるとは思ってなかったのよ。まあいい機会だと思うわ。つまりね。お、ジネちゃん私かっこいい？うん、かっこいいよ。それより、大事なものを失う悲しみってのを少しは分からせてあげないとね。ああ、もうどうすればいいと思う？一番の問題は私が魔王を討伐するとき。私は二人が仲良くしてくれたら嬉しいですけど。アラスラムスにパパを殺させることになっちゃうってことよ。そうよね。アラスラムスがパパに会いたいって言うから仕方なく、もっと苦しめてやろうかと思ったけど。ちょっと、あなた泣いてるの？よがりもあそこまで行くと大したものね。